はいどうも、カッパ炎上グッズ第5弾販売開始のお知らせです。7月3日までの期間限定販売となっておりますので、お早めにどうぞ。はい、カバーチョコのカッパ炎上です。さてと、じゃあこの動画では、昨日ね、あれ一昨日だったっけ、まあなんか天皇陛下のまあなんか気持ちというか、まあ、その気持ちかどうかも定かじゃない、なんか勝手になんかこうにね、要はあの宮内庁の長官がね、西村さんがね、拝察なんていう言い方をしてね、お気持ちを代弁したみたいな、そういう話をね、お届けしたと思うんですけども、まあそれに対して、まあいろんなところのいろんな人が早速反応を示していて、これ日本人だけじゃなくて、海外でも話題になっちゃってるんですね、もうすでにね。で、まあ順番に見ていくんですけど、まず最初はね、玉川さん。モーニングショーですよね。なんてコメントしちゃったのかしら。玉川氏がね、宮内庁長官発言に驚いた。陛下は踏み込まれたのかなと感じた。もう早速政治利用ですよね、これね。モーニングショー、25日、宮内庁の西村長官が、24日定例会見で、陛下はオリンピック・パラリンピック開催が感染拡大につながらないかご懸念されている、ご心配であると拝察いたしますと衝撃の発言を行ったことを伝え、テレビ朝日の玉川氏は、僕は陛下は踏み込まれたのかなと、今までの天皇としての在り方よりも踏み込まれたのかなっていうふうに僕はちょっと感じたと自説を述べたと。番組ではこの発言を受け一問一答を報道。陛下がオリンピックが感染拡大のきっかけになるのを懸念されているというのは長官の拝察ということかと確認する質問には、私の拝察です。日々陛下とお話している中で私が肌感覚として受け止めているということです。さらに仮に、拝察でも長官の発言が報道されれば影響があると思うが発信していいのかと問われ、西村長官は、はい、私はそう拝察し、感染防止のための対策を関係機関に徹底してもらいたいと答えた。ただこれは陛下のお気持ちと受け取っても間違いないかと聞かれると、陛下はそうお考えではないかと私は思っています。ただ陛下から直接そういうお言葉を聞いたことはありません。そこは誤解のないようにお願いしますと念を押したことを伝えた。言わなきゃよかったのね昨日も言ったけど。宮内庁、元職員で皇室ジャーナリスト山下氏は、宮内庁の長官が陛下のお考えと違うことを拝察とはいえ言うわけがない、これはもう普通に考えて陛下はこういうふうに思っておられると、宮内庁の長官は様々な機会で陛下とお話になることがあるわけで、当然コロナに関すること、オリンピックに関することも話の中には出てくる、そういうところを通して、長官は強く感じているというか、陛下は相当心配されているなということを感じているということと説明。で、玉川氏は、僕はちょっとびっくりしたんですよね、異例か異例じゃないかと言ったら僕は異例だろうなと思ったと捉え、歴代天皇は象徴というものをどういうふうにして実現するかという中で、ある種祈りの存在っていうような形で、上皇陛下なんかもそういう形をご自身の中で作られようとして励まれていたところがあって、なるべく政治的な政治に関わるような発言はしないという形で来られたと思うんですね。まあ憲法上もそうなっていると前置き、続けて発言の内容を見てもあえてオリンピックの話までされている。中止するかどうかってことまで含むかどうかわからないが、中止なんて話はしてないでしょ、だって、観客を入れる入れないの話も含めて今行われている対策では心配だからこそ、安心されていないからこそ今回の発言が出てきている。これはやっぱり政治的な意味合いをどうしても含んじゃっています。僕は陛下は踏み込まれたかなと、今までの天皇としての在り方よりも踏み込まれたのかなっていうふうに僕はちょっと感じたと重く受け止めていた。まあ、早速利用されているわけですよね。で、今度はね、立民ですよね、安住さんですかね、国対委員長ですね。宮内庁長官の意見と思う国民はいないとかね、またなんかわけのわからんこと言うわけですわ、この人は。立憲民主党の、安住国対委員長が25日、天皇陛下が東京五輪パラリンピック開催が新型コロナウイルス感染拡大につながらないか懸念されていると拝察するとした宮内庁の西村長官の発言に対して、西村氏自身の考えとしている政府に苦言を呈したと。まあこの人の場合はこの中身どうこうというよりもね、要はあれ何でしたっけ、加藤官房長官のね、発言に対して噛みついている、ただそれがやりたかっただけですかね、
だからこの人がね、何を考えてとかっていうのは多分ないと思うんですけども、西村氏個人の意見だと思ってる国民はいないと思う。いや、ほとんどの国民がそう思ってると思いますけど、そう思い込んでるのは菅首相をはじめ閣僚だけだ、恥ずかしいと述べた、うん、あなたみたいな人がねバッチつけて国会議員やっていることね、投票しちゃっている人がいることがねこっちは恥ずかしいっすわ本当に。で、まあ国会内で記者団の質問に答えたと。で、安住氏は西村氏の拝察について国民の多くが共有している気持ちだ誰もそんなこと一言も言ってないんですけど、それに対する謙虚さがなくまるで無視するかのような閣僚の態度は大変不愉快と主張、言葉の重みを噛みしめなければならないと述べた。よく言うよ、普段は天皇陛下とかさ、ね、皇室とかさ、ね、皇統とかそういったことに、ね、逆じゃん、ね、なんかこう批判的な、うん、背を向けた、ね、スタンスを取ってるのはあなた方でしょ、うん、要はまあ政府の、ね、誰かが、ね、言ったことやったことにとにかく反対したい、ね、異を唱えたい、ね、噛みつきたい、ね、腐したい、ただそれだけですよね、うん、よく言いますよね、うん、これなんかもろ、ね、天皇陛下とオリンピックとコロナ、ね、もう政治利用ですよね。どう考えても長官個人の意見じゃないですか。何をどう読み取ればそういう理解になるのかさっぱり理解できないですね、うん、まあ朝日はじめ日本のマスコミ、ね、パヨク界隈、ね、反日野党界隈は、まあ、予想通り、ね、こういう、ね、捉え方をしてきて噛みついてきましたよね、うん、でね、これ海外の人たちも、ね、これ反応してるわけですよね、うん、例えばイギリスの人が当たり前それは天皇陛下だって気が気じゃないとか、アメリカの人が天皇含め日本中が心配しまくってんじゃねえか、だったらもう中止だろ、中止にしたって海外は全然気にしない。でイギリスの人が昨年のチャンピオンズリーグもそうだった、オリンピックでの感染拡大は必至だよとか、アメリカの人が天皇陛下の懸念通りオリンピック開催は今年一番の愚かな行為なんだよとか、イギリスの人がなんだアメリカとイギリスの人しかいないのかな、もうやめろよ無意味な大会にも程があるとか、本当に言われたのならば、いやだから言ってないんですって長官が勝手にね、そう思っているんだろうな、ね、肌感覚でねそう口走ったっていうだけなんですけども、本当に言われたのならば天皇陛下のおっしゃる通り世界各地から10万人もの人々が集まってくる、中にはワクチン接種してない人、感染してる人も含まれるだろう、どう考えたって再び感染拡大するでしょうとか、総理大臣と天皇陛下の考え方が一致していないのかどうしようもないなとか、どうせなら中止しろってはっきり言ってくれればいいのに、で、天皇は政治に干渉しちゃダメなんだよとか、懸念されてる、これはかなり柔らかめな表現だ、本音としてはコラスがいい加減にしろ、オリンピックなんかさっさとやめちまえ、国民の健康の方が優先だろうが、だから、いやだからね、天皇陛下の気持ちかどうかも定かじゃないってことですよ、うん、で、次の人がやっぱり日本の天皇陛下だ、政治家と違い良心も常識も兼ね備えて理解している、責任感がある彼はちゃんと日本国民に対する配慮を持った発言をしているいや発言してないんだから、だから、次、むしろ彼が懸念するのも当然、むしろもっと早く表明してほしかった、だから表明じゃないんだよな、ね、やっぱりこういう風に受け取られるわけですよ、ね、個人的な見解とか本当いらないんだよな、うん、で、皇室が国民の側に立った発言をして焦ったのかとか、政治家なんかよりも陛下の方がよほど常識があるとか、天皇陛下に感謝、開催中止は無理でしょうね、天皇陛下に感謝、開催中止は無理でしょうね、何が言いたいんだろう、陛下だけじゃなく日本国民の誰もが心配している、じゃあ中止になるのか、なりません、ぼったくり男爵のバッハはニタニタ笑いながら口座残高を眺めているよまあでしょうね、うん、まあしかし、まあ、玉川さん、まあ、玉川さんよりもやっぱりこの安住国対委員長の方かな、うん、なんだろう、憲法読み直した方がいいんじゃないでしょうかね、うん、どう考えても長官個人の意見じゃないですか、ね、天皇陛下ね、を利用してね、この政権転覆を図ろう、まあおそらく腹の中でそんなこと考えてんじゃないですかね、うん、ね、なんで勝手に天皇陛下の意図を想像してね、その権威を利用しようとしてるのかっていうね、うん、でもう完全にこれだって天皇陛下の政治利用をね企んでますって言ってるのと一緒ですからね、うん、だって単に拝察しますって言ってるだけでしょ、個人的な意見じゃないですか、うん、
にしても日本のマスコミと、ね、パヨクと、ね、反日野党会話の騒ぎっぷりはね、はしゃぎっぷりって言っていいかな、異常ですよね。ね、逆じゃね、いつものあなた方のスタンスで考えたらさ、ね、安住さんたちの方が政治介入だって騒ぐべきだったんじゃないの、おかしいよね、都合良すぎるよな。だ結局もう目的がね、現政権の転覆、菅政権をひっくり返す、それだけですから。だからもう利用できるものはね、イデオロギーに反しようが何だろうが何でも使う浅ましい姿を晒してるっていう、そういうことだよね、これね。ね、都合が良きゃ陛下のご意思、ね、都合が悪けりゃ、ね、政治介入、ね、まあ、パヨク連中が反日勢が、ね、主張一貫するわけがないんですけどね、もうダブスタなんてヘとも思ってないね、クズみたいな連中ですから、どいつもこいつも、ね、もうどう考えても根拠もなく勝手な思い込みで盛り上がってるだけじゃないですか、ね、むしろ陛下の発言だと断定する方が大問題じゃないんですかね、ね、いや日本国民の誰もがね、長官が勝手に口走った先走った、そういう風に理解してると思いますけどね、まあなんていうか、この人たちこそね、なんかこう旧日本のこの軍国主義みたいな感じになってるのは笑っちゃいますけどもね、だから結局ね、この反日勢なんかはね、我々日本国民もそうに対してもそうだし、天皇陛下、日本の皇室そのものをね、やっぱり小バカにしてるからさ、ね、軽く考えてるから、こうやって気楽にね、自分たちのね、気分とかノリでね、あっさり政治利用できるわけですよ。ほんと失礼なやつらだよな。政治利用してるのはお前らだよ、お前ら、それが政治利用だっつってんだよ。まあ昔からそうですけどね、この天皇陛下ね、日本のこの皇室への、なんだろうな、この畏敬の念って言ったらいいのかな、そういう尊敬とかね、そういうものがこうかけらもないやつほど平然とね、この天皇陛下や皇室を利用しようと企みますよね。とんでもないやつらだよな。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。